2023年買ってよかったもの。はい、というわけでどうもおかチャンネルでございます。今年いろんな散財させていただいて買ってよかったものめちゃくちゃ出てきました。ということで早速今日も行ってみましょう。まずはですね、じゃじゃーんと、こちら iPhone 15 Pro になるんですけども、じゃなくて、まあ買ってよかったんだけども、まあ特別生活は変わらんかったかな。あ、でもあえて言うなら、このアクションボタンに明かりつけた。これがね、足元暗い時にさ、バーって簡単につけれてめっちゃ便利なんだよね。このスリープをね、解除してなくてもこれできるからさ、本当にそういった点でね、15 Pro 良かったかもしれない。そうではなくて、今回はですね、ケース、今、こちらつけてるのが、ケースインフィニティかなのケースでございます。薄型のものになるんですけども、これのあのマグセーフ対応のケースっていうのが本当にいいのよ。マグセーフ対応ってどういうことなのかというと、こういう円形のやつ、まあこれあの鉄かなんかなんですけど、これが入ってるやつがめちゃくちゃいい。まあとにかくこれがあるだけで磁力めちゃくちゃ強くなります。例えばこういったね、あのアンカーのやつとかもくっつくってやつあると思うんだけども、めちゃくちゃ強力にくっつくのよ。これがなかったらちょっと磁力弱くてすぐ外れがちなんですけども、めちゃくちゃ強力にくっついてしまうっていうのがこれなんです。ほんでこれはね、ちょっと薄型のモデルにはなるんですけども、薄いのが好きだからね。ただよく見てみたらね、一回落とした形跡もあってちょっと見えてるかわかんないんだけども、ここだね、ここ落下から守ってくれたみたいでございます。中身何の問題もございませんでした。やっぱスマホってのはね、落下させるもんなので、やっぱ守っておきたいよね。そこまでね、落下衝撃に対して強くないですよ、 iPhone とかスマートフォンっていうものはね。ほんでね、こちらを私持ってるのが Google のフォールド、このパカパカができるやつで、ほんで最近ね、 Google のケースなんかもっていうか、いろいろ Android の機種なんかもね、マグセーフ対応のやつ来てます。ほんでこれなんかね、もうセラミックアミノのなんとかわからんけど、めちゃくちゃ薄いです。めちゃくちゃ薄いんですけども、見てこれ、ほらこんな感じでマグセーフに対応させることができてしまう。ということで、最近とかだとね、この今この上下のこれはあるんだけども、このマグセーフに対応したスマホ用のね、なんか三脚みたいな、そういったもんもございまして、ほらなってないでしょ。こういった Android のやつですら、こうやってね、対応させることができてしまうということで、この Android 製品に対してね、このマグセーフにも対応したケースをつけるということで、めちゃくちゃ利便性が上がる。このアンカーのやつとかもね、こうやってパッて貼り付けることできるようになるからね。ほんでね、充電なんかも一応できるようにはなっておりました。いい感じ。さあ、ということで、買ってよかったものということで、このマグセーフ対応のケースになっております。他ケースはね、いろんなものあるからね、5つ目のやつ3つぐらい買って試して、選んだんですけど、これはケースティフィーかな、のケースでございますね。でもこれちょっと高くて、ね、6000円とかした感じがある。6000、7000ぐらいして高いなって、利益率どんだけと思うんだけども、個人的にはこれがね、一番良かったでございました。さあ、そして次ですね、私の、財布人生を変えてくれたのがこちらでございます。いや、実はね、私財布っていうと基本的にね、マネークリップ型なんですよね。私が今まで所有してるやつ、ここ10年以上ね、マネークリップじゃないの使ったことがないぐらいマネークリップにハマっております。マネークリップとは何たるかで言うと、分かりやすいのがこの財布かな。はい、こんな感じでマネーをこうやってクリップするスタイルのやつでございますね。まあお金物見えスタイルのものになるんですけど、まあこれのね、いいポイントとしては、こうやってね、お金がパンパンとね、数えやすい、払いやすい。あとは、まあマネークリップの人結構少なめなので、まあ珍しくて、まあ個人的に好きだなっていうのが個人的なものでございます。ほんで、まあこの前にもなんか使ってたやつ確かあったと思うんだけども、マネークリップはマネークリップでも、小銭入れがね、私ついてるモデルをいろいろ選んでました。ほんで、まあひょんなことからね、油サスのお財布、これはこれもらったやつですね。特に小さいやつで、ただやっぱコンパクトすぎてちょっと使い自分には合わなかったということで、油サスの1回ちょっと
今年っていうか、あの財布自分でもね作ってみたいなと思って、やっぱ研究も必要だということで、ちょっと、こっちのねもう少し大きいやつを買い直してみて、いやいやでも使いづらいは使いづらいなのかなと思いながらやってみたんですけども、意外といけたっていうね、それまでね 7,8 年ぐらいねこっちの財布を使ってたんですよね。こっち小銭入れなんかもついてってね。ほんでこっちは小銭入れついてるはついてるんだけど、めちゃくちゃ小さいんですよ。でもこれで運用なんか無理だろうって思ってたんですけども、意外とね小銭入って意外といけてる。ほんで今現在だと、カズの個人情報はこっちにね、あのエアタグ的なもんを入れておいて、これアンカーから出てるやつですね。これを入れておいて居場所も分かるようにしておいて、まあ、5枚ぐらいまでが入るみたいな感じ書いてあったんだけども、私なんだかんだねここにもカード詰めたりとかで 7,8 枚は入ってる気がする。ここにカード、まあ、あえて一つ言うんであれば、カードメインカード1枚だったらいいんだけども、私なんか個人用カードとか法人用カードとか本当に 2,3 枚ぐらい出し入れするから、ここ一列だとなんかガチャ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 って これじゃないな、このカードじゃないなみたいなことが多いから、最高の最高ではね今現在ないんだけども、いやめちゃめちゃ使える、これめっちゃ正直ね思った以上に良かった。今ね1週間だけ使おうかなと思ってたんだけども、もう今なんだかんだで2ヶ月使い続けております。いや便利ですわ、だいぶなんか使い込んだ感じにもなってきたと思うんだけど、来年ねちょっと自分が考えた財布出したらいいなということで、はい、少し予告だけしておきます。できるといいな。いやでもマジこれ便利なので、財布選び悩んでる方も試してみてください。他にも本当いろんな財布あるからね。いや本当財布ってね、あの毎日使うもんでもあるからね。いや本当大切。最近でこそ、キャッシュレスの時代もやってきて、まあ、財布の重要度がね、まあ、やや薄くはなってるんだけども、でもやっぱね必要は必要ですよね。はい、まあ、ということでこちらはちゃんと自腹で買ったね、自腹で買って良かったものということで、こちらも、はい、ランクインさせていただきました。さあそして次買って良かったものはというと、監視カメラリングでございます。こちらアマゾンのセールなんかでもね特にあの目立ってると思うんですけども、めちゃくちゃ便利。はい、ということで今ちょっと設置してあるところを見せてるんですけども、これ上が自宅、ほんでこれが玄関先とかでございますね。ほんでこうやってね人が入ったりとかしてると、ほらこれ自分ですね、自分ですね、こうやってなんか、いやこれ大和さんの配達だね、大和さんの配達があったり人影があったりすると、あの録画を開始して自動的にそれをクラウドにアップしてくれるといったものでございます。そんで何がいいってね、あの価格がねある程度安い、ただ、来年の3月か4月からちょっと毎月1000円ぐらいかかるとは思うんですけども、あのデータを残すんであればね、あのそれでもめちゃくちゃいいっす。とにかくスマホのね、あのアクセスなんかも簡単にでき、そして物には寄ってくると思うんですけども、相互でね喋ることができるようになったりとか、何してんのみたいな感じで、あの基本的に全てのモデルで会話ができるようになってて、子供たちの見守りとか、そういったことにも簡単に使いやすい。で、まあ、ネット回線さえ入ってれば外出先でどこでも確認できることから、あの買ってよかったものに、はい、入らせていただきました。価格は本当にね、あのプライムデーの時とかに購入したりすると、室内の安いモデルとかだとね3000円ぐらいで入手することができたり、屋外のモデルとかで5、6000円ぐらい安い時でね購入することができたりっていうモデルがございます。ほんで私のところでは、あの自宅とか、あの別荘の方にも仕掛けてまして、合計で何台だろうね、多分8台から10台ほど、はい、設置してる感じでございますね。なんでまあ月々の料金かかるとは言っても、1台ごとではなくてその1箇所ごとにかかるみたいな感じなので、別荘だけであれば月々1000円、この自宅だけであれば月々1000円かかるような感じで、まあどうしてもね安全とかそういったね、ものは本当お金に換えられないもので、ほんでまだねそこまで高くないし、初期投資もねあのまだ安く済むということで、なんだかねちょっといろいろ心配だっていう方にとってはね導入してもいいものなんじゃないのかなと思います。さあそしてちょっと先ほども出てきたんですけども、これはね絶対ランクインさせとかないといけないのがもうこれですね。はい、こちらユーフィーアンカーの忘れ物防止タグでございます。はい、紛失防止タグといいますか、これカード2枚分の厚みですね。どこにあるかがスマホから確認することができ、そしてサウンド再生、おお、はい、ということで、はい、あれ財布どこにやったっけが多々ある人にとっては
本当にいい。これで財布を探す時間が10分の1以下になりました。いやもう財布絶対なくさんまんは必要ないと思うんだけども、あれどこやったっけとか、そういった方にとってはねめちゃくちゃ便利でございます。そして次がですね、はい、こちらアンカーのドッキングステーションでございます。これでございます。いやこれサイドとか見ると分かると思うんだけども、こうやって拡張性を持ってるんですよね。 SD カードとかマイクロ SD カードの読み込みにも対応しておりまして、ほんでこれはねタイプ C1 本で繋いでるだけです、メイン PC とね。ほんでそれでいてなんとこちらなんかもね、こうやってスマホを置けば、はい、充電にも対応しております。ほんでこの裏側の方にもねケーブルがあったりなどなど拡張性が盛りだくさん。それでまあ机の上私ごちゃごちゃしてますけども、おかげでそこの後ろの配線とかも見えづらくしてね、ちょっとこれのおかげでマシになってくれたと、はい、ということでかなり重宝しております。発売当初はね結構品切れとかになってたんですけども、最近はねもう潤沢に、確かございますので、机の上どうにかしたいなとか、なんか拡張性をね自然に増やしたいなって方にとってはこちらアンカーのドッキングステーションおすすめでございます。さあ次やってきました。次買って良かったもの、これマジやばいよ。人生が変わったと言ってもいいかもしれない。見た目が変わったと言ってもこちらのダンベルでございます。なんとねこれだけ小スペースで置くことができ、だから一般家庭にも一応置くことができる。それでいてよ、それでいてよ、これねカチカチってすることで重量を変えることができてしまうっていうもんですよ。まずこれ2キロバージョン。ほんでどこまで重くできるのかというと、これ重量別に売ってるんですけども、なんと32キロまで、おお、もうまで変えることができるといったものになってます。いやこれめちゃくちゃ便利。普通2キロとかだらもうぐわーっと大量のスペースでダンベル必要になったりするんだけども、たったこれだけのスペースで2キロ単位で32キロまで変えることができてしまうというものでございます。で専用の土台もこちら購入しておきました。まあ、これによりですねもう圧倒的にこうダンベルトレーニングができるようになって、この二の腕とかね、また胸周りのね筋肉をつけるとか、限られたスペースでスマートにこういったものを置くことができるということで、これとねベンチのね椅子さえあれば自宅でねある程度のトレーニングはできるようになってしまうんですよ。こうやってスクワットしてもいいしね、32と32持ったら64キロよ。64キロ持ってねスクワットなんかもできるようになるし、めちゃくちゃね幅が広がる。この後ろにあるようなねでっかいやつ必要ない。まあ必要あるはあるんだけども、これだけでもねだいぶ大きなトレーニングがねできるようになるからね、自宅でねトレーニングしたいんだみたいな、まあ、まあまあ立派なね値段はすると思うんだけども、私これセールの時に買いました。はい、なんですけども、まあジムに行く時間がないとかね、そういった方にとってはね自宅でトレーニングもうすぐできるからね、時にもうダンベルトレーニングはおすすめなんじゃないのかなと思います。毎週使ってる、はい、そんぐらいおすすめでございます。ドンと、はい、次自宅にやってまいりました。はい、次の買ってよかったものはじゃじゃーん、こちらになります。あ、こちらもらってよかったものね。はい、フレキシスポットの机。いやこれもらってよかったの、めちゃめちゃ便利じゃん。スタンディングにもなるみたいな、ではなくてこちらの、はい、テレビ画面、そうデルのタイプ C に対応した、モニターでございます。今現在こちらのねグラムのノート PC、 あ、これももらったもんだ、ありがとうございます。すいませんね、なんかもらいもんばかりじゃん。これをタイプ C 一本でこれに接続して、はい、まあこれクラムシェルというモードですね。でもちろんこれをね開いてデュアル画面みたいな感じの使い方もできるんですけども、こうすると勝手にね拡張され画面がでかくなり、そして充電もされてしまうという便利なものでございます。ほんでこれね Amazon のタイムセールとか安い時に購入いたしまして、これ便利だったんだよね。だからお祝いしてこれ今年2台購入してます。価格もね結構こなれてて、確か4万とか5万、ちょっと忘れちゃったんだけど、もう10万とかそういった製品ではないです。結構お求めやすい価格で、ほんで、まあ、ある程度の解像度、ある程度の描写ができるということで、やっぱコスパに優れてるモデルということでこちら、ランクインさせていただきました。すごいね、まあ、ノートパソコンとの相性がいいんだよね。もちろんデスクトップ PC とでもいいんだけども、ノート PC と使うと気軽にねこうやったデュアル、ディスプレイ化することもできるし、クラムシェルでね使うこともできるし、まあ、とにかく便利。ほんでやっぱ画面がでかいから作業はねしやすくなるんですよね。編集だったりとかテキスト書くときだったりとか、やっぱり画面はねでかければでかいほど基本的に作業はやりやすくなるといった感じでございます。ほんでキーボード
ボードなんかもねこんな感じで、あのノート PC じゃないやつを使う方がやっぱ基本的にはすごいやりやすい。ほんでこちらロジクールのねマウス、ちょっと古い方だけど MX マスター 2S だって、まだマイクロ、USB のね充電端子がついてるやつなんだけども、そちら使って自宅の方では作業の方をしております。いやなんだかねすげえいい環境が整っちゃって、だってここスタンディングもできるしね、ちゃんとね座ることもこうやってビーッと机下げてね座ることもできちゃうし、めちゃめちゃいい環境がね整ったんじゃないのかなって実は思っております。いやこれいいよね。まあこちら仕事だけでなく、あの勉強机とかねそういった使い方もいいし、まあとにかくねあの画面が1個あるだけでね、まあこういう使い方ができるようになりますので、家でねいろいろ作業される方にはおすすめなんじゃないのかなと思います。さあそんで次はですね、じゃじゃじゃーん、ライカゾフォート2でございます。これねもう分かりやすく言うとチェキです。はい、ライカということで、まあ皆さんも知ってる方ね大勢いらっしゃるかと思いますけども、ライカのカメラっていうともうすごい高いやつもねいっぱいあるんですよね。まあ、100万やら150万やらザラにあり、レンズもね本当にそのクラスのやつがあるっていう、本当にロマンに満ち溢れたやつ。ただこちらはまだお求めやすくて6万円ぐらいお求めやすいのは6万円でも、はい、で決してねめちゃくちゃ画質がいいよとかそういったもんではないんですけども、今ちょっと見えるかな、はい、これは前ちょっと、忘年会の時に撮った米ショーでしょう。ほんでねほらほらカンタなんかもね結構ライカ好きでね、カンタもねこの後あのゾフォート2買ったっておめでとうございます、おめでとうございます。あの今子供らが触らないように安全な場所に安置してるんだけども、こんな感じでフィルムになってねなんかいい思い出になるんだよね。ほんでそれぞれちょっと自分サインあって書いてもらって集めたりしてるんだけども、もうほんと個人的な趣味です。こんなことあったなって、もちろんねスマホでねこうやって見るのもめちゃめちゃいいんですよ。うん、楽でいいよね、気軽でいいんだけども、これはこれでまたサインとかももらったりするとさ、本当になんか一生の思い出になるっていうかね、いい記念品になったよなみたいな。やっぱ写真はね撮ってこそねカメラってのは価値があるというもので、ほんで撮ったものに対して価値が出てくるみたいな、なんかそういう使い方がね最もできるカメラがこのゾフォート2じゃないのかなって思ってます。もちろんチェキでもいいんだけどね、でもライカっていうのがまた一つねかっこいいよねということで、はい、こちら買ってよかったものにさせていただきました。まあ私の夢としてはライカのゾフォート2を持ってる人の中で一番写真を集めるコレクターになりたい、なんかインフルエンサーとかのね、なんかそんなことができるといいかなって思っております。できるんじゃねえのかな、他のね他の人がねやらんときはね。ほんでほらチェキみたいに、ここのところにねなんか鏡みたいななって、ここで写ってる部分がねまあ写りますよみたいな、自撮りするときはねここで確かめることができるようになっております。もちろんねここイジイジするだけでなんかモノクロとかねいろいろ、モードを選択することもできるようになってますと、ただ1枚あたりね130円ぐらいするんだったかな。なので今ちょっと現像しませんでしたケチって、大切な1枚なので、はい、ただ、ライカという沼はねとてもとても深いものなので、今後どういう風にするか、はい、いろいろ見極めながらいきたいなと思っております。さあそして次ですね、こちら熊竹のスノーダンプさんでございます。めちゃくちゃいい。いや何がいいかっていうと、このね刺してこうやる時の滑りがめちゃくちゃ良くて、本当にね体の負担がねめちゃくちゃ少ないですよね。めちゃめちゃ嘘だな、うん、めちゃくちゃ重労働なのが重労働に変わるって感じで、すごい楽です。これもう今まで味わったことのないこのツルツル感で、もう本当にねツルツルツルって、本当もうほら片手でねこうやって雪に刺したりとかできるレベルで、で押し込んでポイッというようなことができてしまうということで、これ、まあ、ママさんダンプとも言いますけども革命級の素晴らしさということで、これ使ったらやめられない。ただもう残念なことに除雪系 YouTuber でありますけど、もう雪溶けかかってますこれから10年に一度の高温が来るとか来ないとかで、もう除雪系 YouTuber 終了のお知らせということで、ちょっと雪があるうちにこれ紹介させていただきました。めちゃくちゃいいもんでございましたこちら、では最後ですね、今年巨額の散財をし間違いなく買ってよかったものございます。ではそちら現場に行ってみましょう。さあということで買ってよかったもの第1位、じゃじゃーん、別荘です。いや間違いなく、はい、ダントツの1
しいと言ってもいいでしょうよ。本日はね、もうあいにくの天気の悪さということで、もうめちゃめちゃ豪雨で、波もやべえんだけども、まあ、冬の日本海ってこんなもんだよ。いやー、でもこの2000坪の別荘をね、手にすることで、まあいろいろ電気代がかかったりとか、ほんで改修費もね、これからすごいことになるんじゃないのかなと思う。でもね、やっぱりこの眺め最高だし、まあお金出して買えるっていうもんでもないんだよね、やっぱこういうものって。ほんといろんなね、なんか縁があってようやく購入できるもの、まあ、土地とはやっぱそういうもんなんですよね。ほんでこれがあることで、なんかみんなでね、集まれることができるようになった。例えば YouTuber の皆さんをね、招待することもできるようになった。ほんでこれからね、回収がうまいこといけば、普通の一般客もこちらの方でね、お泊まりできるようになるし、とにかくみんながこうここでね、一箇所に集まって楽しめる場ができるんじゃないのかなと思ってます。ほんでまあこんな感じで、とにかくね、ここら辺は広い広いになってるんですけど、正直広すぎて使い方が難しい。なので今ね、ちょっとマイクラでね、こんな感じでイメージ、はい、ちょっと貼り付けておきますけども、窓の出側ちょっと1段か2段上げます。はい、ほんでそっからね、海をね、ちょっと眺めるとか、こっち側の方ね、ちょっと下りで見ることができる。ほんで自分前からやっぱやってるからさ、やっぱ地形はね、複雑な方がおしゃれに見えやすいんだなっていうのもあるから、前からでちょっとおしゃれにしといた。平坦だとやっぱね、つまんないなっていうのと、あとなんかすごい、なんだろう、空間がありすぎて逆に難しいみたいなことがあるんだよね。そんでこちらの方でね、まあ3グループなりの、はい、宿泊だったり、今んとこ13人前後ぐらいはね、泊まれるような形にするし、今ね、あっち側のね、建物、あっちの方も改修はまだ計画含まれてないんだけども、あっちも改修ってなると合計20人ぐらいはね、楽に泊まれるような感じにはなるんじゃないのかなと思ってます。ほんでこちらの方でね、季節によるかもしれんけども、結婚式なんかもね、披露宴かなんかもできるようになるといいかなと思ってて、そこの広場なんかですごいいいんだけども、雨降るかもしれないじゃん、どこでも。それはね、そういった時に室内の方にね、一応ね、逃げ込めることができる。でちょっと救急目にはなるかもしれんけども、30人とかそこら辺はね、収容楽にできるような形にはなってますので、一段上がったところにね、新郎新婦ね、いていただいて、ほんでこちらの方にね、ご家族の方だったり、仲のいい友達だったり、ほんでその他ね、パーティーみたいな感じのことができるようになったりみたいな感じのことを考えております。一応ね、カラオケもね、できるようにしておこうかなと思って、やっぱ楽しいじゃんね。ほんで後ろの方はね、バーみたいな感じにしといてね、キッチンとその周りを囲むようにね、机を置いといてみたいな感じで、はい、大人同士ね、おしゃべりすることができたりとかね、キッチンを目の前にしてお料理、出来たてのやつをね、食べれるようにしたいなど、そういったことを今現在は考えておりますということで、いや今年もいろいろ買ったな。まあでも間違いなくね、規模としては一番大きいものをね、ついに購入したというか、3年前のね、自宅を購入以来ですね、こんだけ広いのは。まあこれからですね、うまいこといくか分かりませんが、見積もりとか今してる段階で、予定通りうまくいくといいかなと思っております。はい、まあというわけで本日もこんなところで終わりましょうか。皆さんも今年買ってよかったものはありましたでしょうか。ぜひございましたらコメントでこれマジよかったよってのを教えてください。ということで本日はこんなところで、またお会いしましょう。じゃあのー。